始まった。いくら全部もらう？ほら。そういえば、ゾウさん。おはい。ディン。ディナーライドタイム。あそうみたいな。あと5センチ上。それ5ミリだ。やばい。いやはい、ということで本日のディナーライドタイム。ライドタイム。今日は焼肉でございます。ミートファイヤー。いや、いいです。ラブファイヤーだのなんだのいいなっていう感じなんで。でね、やっぱり焼肉というと私たちはやっぱりメインはホルモンなわけだ。ね。ホルモンを焼くとなるとやっぱり三種類のホルモンですね。ということで買ってきましたよ。はい、買ってきてよ。皆さん三種類ご存知がない方も改めて説明しますと、ヤスが大好きな小樽の有名な焼肉屋さんです。で、タレが発祥なのかな。こちらのですね、焼肉三種類のタレ近いて。これがタレに最後スープを入れて飲むっていうのが発祥？小樽発祥。おたら発祥って三四郎が発祥。三四郎が発祥。で、今なんかいろんなところでやってますけど、実は三四郎が発祥だということで。ちゃんと振ってよ。もうこれね、タレっていうか、ちょっとスープみたいな感じだから。そうだね。おたらに焼肉食いに来るとみんなこれにつけないでね、なんかちょっとレモン汁とかにつけて食べちゃう。はい、うん。それは間違いない。すごいニンニクのニュース。チャックファイヤー。やっていきましょう。で、今日さっき市場で海鮮丼買った時にホタテも買いました。いや、やっぱりね、三四郎のホルモンはね、格別にうまい。これね、食べたことある人分かると思うけど、もう他食えないとなるね。この前、あの某焼肉店にちょっと食べに行ったわけです、はい、でもホルモン食べたくて行こうと思ったら三四郎が休みで、まあ仕方がないねと。で、某焼肉店に行ってホルモン頼んで、なんか見た目にすごい美味しそうだったのね、うん、で食べようと思って美味しそうだなと思って焼けて食べた時に、あ、こういうことかと、うん、浮気してすまんってなって、うん、三四郎のホルモンばっかり食べてて、もう三四郎以外のホルモン食べれない体になってます。なりましたね、はい、あーそうみたいな。こんなに違うん。違ったね。思ったね。びっくりしたもん。ちなみに三四郎のホルモンって鮮度が命で、その日にしたホルモンしか出してないんです。そう、そのホルモンとその某焼肉店で出してるホルモンの差があまりにも違いすぎて。冷凍なんだろうな。いや、そうだね。あれにびっくりしたな。なんかそれが普通になりすぎててもう忘れてたけど、でも本来はあれでね、うん、満足してたのよ。だから私は、だからね、三四郎のホルモンもぜひ食べてほしい。うん。猫が来た。猫？刺客が来た。ほんとだ。おいで。ニャーゴ。ニャーゴニャーゴ。呼ぶなぜ。うん。むしろ車にめっちゃ興味持って、ランクル好きやもん。いや、あそこの下、雨宿りできるから。そう。焼いて。焼いてきますか。ペラペラ。これが三四郎のホルモンでございます。いや、もう美味しそう。もう食える。いや、早い。これまたさ、何回も言ってるかもしれないけどさ、小樽の人と焼肉行ったらさ、ホルモン焼き終わる前にみんな食っちまうから楽なんだよね。そうだよ、あまりにも新鮮だから、うん、ちょっとくるんと丸まったらもう食べれるの。うん、うーわー、あ、もう食べれるわ。早い。取ってる場合じゃないわ。早いって。ちなみに三四郎のホルモンはこうやってテイクアウトできます。はい、あー、三四郎の匂いする。マジで三四郎の匂いする。店の匂いする。三四郎の顔してるわ。いや、豚ってことかい。やめなさいよ。お前の腸か。食べちゃう。あー、もういいね。あ、もう食べ頃から。うん、食べ頃で、これをつけて食べます。これだ。
うまいね。うん。うまっ。おお。どううまいの？うまく説明して。え？どういう味なの？普通のホルモンってさ、なんかちょっと、うん、そこ落ちるの焼けちゃうじゃん。うん。食べながらでいい。ホルモンってちょっと、この豚のホルモンってもそもそしてる感じがするじゃない？うん。でもさ、この、ペラペラのホルモンなのに、うん、なんていうの？シャクシャクしてる。シャクシャク？歯応えがある。シャキシャキじゃなくて。シャクシャク。シャキシャキじゃなくて、シャクシャクなの。シャクシャク。うん。うん。しっかりとした歯応えのこと。うん、冷凍のよくあるホルモンだと、うん、ちょっと、もそもそするんだよね。うん、でも、そういう感覚じゃなくて、もうなんか、生きてるっていう感覚？うん。難しいな。食レポ下手だなぁ。おい、そうこうしてる間に全部食うなって。それでは私も行きたいと思います。わー、これなんですよ。いただきまーす。おい、おい、こっちからこっち、これ。こう、顔、顔。もっと上。もっと上。もっと上って言ってでしょ。もっと。あと5センチ上。それ5ミリだ。そう。上すぎ、うまっ。何回食っても感動する。そうね、このね、うん、もう何とも言えない感じなんだけど、うん、このね、なんぼどんだけ食っても、うん、この最初の一口目はやっぱりこれだよねって思うんだよね。うまっ。それがね、俺もう10年以上続いてる、うんうん、幸せ。うん、牛タン、あ、そう、牛タン。そしてこれにヤス君特製ネギ塩ダレ、トン、巻いてお召し上がりください。巻いてお召し上がりください。はいはいはい。まあ絶対うまい、絶対うまいでしょ。うん、いただきます。よいしょ。横でジュッジュいってる。あ、難しい。いただきます。うん、ホルモンの次にうまい。やばいね。鍋？うん。これヤスのタレのおかげだ。うん。うまい。絶妙なね。うん。うん、めちゃうまー。これレモン入れて正解でしょ。1枚80円でした。ホタテ1枚80円だったけど、ここにちっちゃいのが3つ4つついてるから。食えないです。でもそれ実際タダみたいなもんです。うん、はい、取れました。自由とも言わないもん。ちょっと火が弱い。うわー、ホタテやばそう。もういいよ、これ。大きい方もらいます。うまそう。見てこれー、やべー。いただきます。バターがいいよ。うん、うん、ダメなんだね。普通、普通。うん、うわ、うまい。でもさ、俺が食べれない人が言う普通の領域って好きな人の領域からしたらうまいってことでしょ。うまい、多分うまいと思うよ。うん、焼きおにぎりの三四郎タレ漬け、これ絶対うまい。間違いなくね。熱そう。うまい。うん、うまい。辛い。最高だ。いや、めっちゃ食ったね。辛い、うん、最後の最後に。めっちゃ辛い。うまかったけど、ごちそうさまでした。ありがとう、三四郎。泣いてんの？感動して。どうした？あ、どうしたの？
美味しい。何やねん。Stressed out, I ain't making it that easy now. Tapping out, yeah, I've given it all today. Stressed out, I ain't making it that easy. Tap out, yeah, I've given it all today.ヤスのことスルーしてる。ちゃんおはよう。かわいい。草食べてる。草食ってんの？かわいい。草むやむしてる。猫の散歩。朝ごはんの時間です。食べ物になるとずいぶんテンション上がるな。お腹空いてたんだもんだって。今日はホットドッグを作りたいと思います、はい、高級シャウエッセン、うん、もうね、なん俺のオリジナルのホットドッグ今作るから、ね、うん、絶対それそのまま作ろうとしてる。絶対そのイラスト通り作ろうとしてる。オマージュ、オマージュ、はい、このマスタードのかけ方とかも、うん、ちょっと真似してね。全部一緒にするから、うん、分かった。1ミリも狂わずに早くやる、はい。私のパン見たらさ、うん、ソーセージパーティーっていう映画思い出すね。前も言ってたよね、うん、ちょっと下ネタ入ってるやつ。焼けねえんだよな、設置しないから。うん。ああ、見て見てこれ。ああ、これ見て。ほら、おばあちゃん、おばあちゃん見てこれ。おい、ダメだって。見本いる？日本とちょっとレタスの感じ違うからダメだわ。意外とレタス余るな。まずレタスだけ食うわ。うん。それではこいつを焼いていく。おい、ごめんなさい。気まぐれやす。おい、気まぐれすぎる。怒られる。あらあ、見てこれ、見てこれ、おい、すり向けだよ、おばちゃん。おい、ごめんなさいって。ホットドッグに長さぴったりじゃね。専用のやつだもん。そう、うん、おい、肘やめろって、バカだもん。わー、こちら完成しました。いいよ。ほっとくとできるホットドッグ。できない。ほっとくとできるホットドッグ。ほっとくとできるホットドッグ。おい、これは
はい、いただきます。お腹すいた。いただきます。ホットドッグみたいな顔してうまいだろうに、そりゃもう美味しい。うん、どれどれ、うまいね。ヤスの口にはでかすぎる。うーまうん、うん、あ、うまね、うん、やっぱシャウエッセン違うな。あ、うまうん、うん、今まで食べたホットドッグの中で一番美味しい。うん、あんまり食べてないかもしれないけど。なに？バッカイチョウ。バッカイチョウ、うん、うん、お、いや、一番奥に見えてるところ、稚内のもうちょっと左側。へえ、そんな名前のとこなの。ぬく海って書いてバッカイ。ぬく海？いや、ぬくって書いて海って書いてバッカイ。すごいね。道の駅で買ってきました。あ、ヤクルトのやつじゃん。パイナポー、 I have a straw, I have pineapple juice、100%。 いいね、風が気持ちいい。お、何？あれ？何？テブリ島から手振ってきてるし。見えないって見えるわけないでしょ。かぼちゃプリン、また朝から食ったよ。もう食べるじゃん。収穫？いらない。いや、いいね。昨日ちょっと星見えなかったら残念。あ、でも夜中に私出た時出てたよ、すごい。ほんと、うん、星はめっちゃ綺麗だった。雲一つもなかった。うん、熊前って美味しいものたくさんあるね。エビとかさ、熊とか。いや、それ有名なだけでしょ。自衛隊。あ、自衛隊。椅子にも、あ、いいここにテーブル。近いな。テーブル作ったらさ、近いな。ちょっと寝てみて。ちょっと頭ここないからね。うん、私でもちょうどいいかな。行ってこなくて。ばあちゃん。おばあちゃんじゃないって。おばあちゃん。ちょっと首に筋おかしくした、今ちょっと。おばあちゃんじゃない。首の筋おかしくした。そうだね。ちょっと。いいじゃん。うん。意外といけるよ。いや、いける。だってさ、この高さにベッド作ったらさ、うん、これぐらいってことでしょ。いや、本当はベッドこの高さで作るんだよ、これぐらい。マジ？そしたらもう安も座ることはできないじゃん。できないね。いや、この高さで作れば寝れるけど、荷物がね、この高さ分の荷物もない。この高さはちょっときつくない？だって入れないでしょ。座ることもできないの結構辛いと思う。この高さだったら座れるってこと？これ、これ。これよりちょっと高い。なんて気持ちのいい天気なんでしょう。秋晴れだね。もうね、ほぼ撤収終わってね、まだ9時くらいなんです。11時アウトなんです。5時半に起きたからね。やることなさすぎて何やってんだ俺らみたいな。たまにはいいじゃん。うん、せかせかしないの。積むか荷物。あ、やるの。うん、積むだけ積んじゃうし。テーブル2つね。あとブランケット、マックス、うん、オレゴニアで。あ、あれ誰かもらう。あと、そしたら服いてこういうことたまにあります。気をつけて、頭上注意。うん、こっから持ち上げるのが大変なんですよ。それな、はい、この高さ。しかも私のやつの方が重たいからさ。そう、だから俺の方先に乗せた。靴袋こっちにもないの。あ、ちょっと待って、早い早い。はいよ。いい？大丈夫？はい。
長いやん。一緒に。もうやんないよ。ドライブしながら帰るか。そうすな。うん。行きますか。最高のキャンプ場でした。これでやるんかい。ええ。日本海が最高だ。最高だ。うるせえ。マスキン到着しましたが、なぜか分かりませんが激混みです。秋鮭祭りというのをやっているそうで。最高だ。いや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 、もう車ってとんでもない。とんでもない。動きません。田中商店でラーメン食おうと思ったらやってないかもしれない。いやでもこれだけ人来てんだったら多分閉めてないと思う。うん、やばいっす、人やばい、やばいやばい。ラーメン食えるかな。怪しいです。ラーメン食えないと俺死んじゃうかも。なんでやねん。マグロが泳げなくて死んじゃうと一緒です。なんでやねん。まあ、まず行ってみよう。ラーメンだ。あ、うまっ。めっちゃエビ。いただきます。めっちゃうまいです。やっぱなんかこのエビラーメンだけは食える。うまっ。ね、やばい、やばい。これ3000円だよ。でもちょっと安い。いや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 、でも買おう買おう、これ絶対買おう。 500g 超えてんじゃないのこれ。絶対やばいでしょこれ。カマーン。いやー、かぶりたい。いや、すごいわ、今日来てよかった。え、ちょっとエビ、やばい。生きてる。お、何何。あ、いや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 、ボタンエビ。え、マジで。え、買ってボタンだよ、ジャンプ。半端じゃないぞ、これ。やばいね。半端じゃないぞこれ。めっちゃ買いましたよ。半端じゃないぞ。めっちゃやばいよね。何買いました？いくらを5腹、うん、はい、5腹で3000円。3000円、6000円か。そして本マグロの中トロ、はい、中トロ1作、はい、おじさん急に中トロ出してきたんだよね。2000円。はい、エビ、甘エビ、甘エビ、甘エビ800円。はい、あと切り身500円。あ、そう、鮭の切り身500円。3枚で3つね、はい、半身の半身ぐらいかな、はい、とてつも安いです。切り身買って今日からつけるんで、はい、2日後に食べたい人はうちに来てください。いや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 、間に合わない。この投稿の時にはもう終わってる。俺の胃袋の中って言ってるよ。最高やな。あ、カラスもなんか持ってってるわ。顔の大きさ変わるしょやん。引くな、前出ろ。うるせえ。俺早く帰んねって。いくら溶ける溶ける、早く早く帰るよということで、うん、たくさん買いました、はい、もう最高です。最高だ。本当最高のキャンプでしたね。最高だ。はい、うん、じゃあ来年もマシケのお祭りは来たいと思います、うん、ということで皆さん次回もお楽しみに。パイ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 かい。お前は切り身にされなくてよかったな。